今井遥選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。あのコンビネーションジャンプ決まった時はね、やったというふうにこう見てましたけれども。そうですね、コンビネーションが結構自分の中で不安だったので、そこが決まってあ、よかったって思ったんですけれど、でも次の得意なはずのループで失敗してしまって、そこはまだまだ自分の弱い点かなって思います。その中でどうでしょう、このショートプログラム力強さも表現したいってね、おっしゃってましたけれども、はい、自分の中で滑る前とかは不安もあったんですけれど、でもそれを消して途中までは滑れていたので、あとはやっぱりその最後のジャンプが、本当に自分の得意なジャンプだったので、それを失敗してしまったことがすごく悔しかったんですけれど、でもそれ以外の点は全体的に練習通りできたかなって思います。その気持ち明日の、ね、フリーにぶつけられますよね。まだまだそうですね、今回本当にもう自分の中でもどうなるか分からなかった部分も多かったので、それを今日形にはできたので、今日のことを生かして明日のフリーでも頑張りたいなって思います。やっぱりシリーズの開幕戦でもあります、不安だったり緊張っていうのは大きかったんですか？そうですね、やっぱり私の場合2週間ちょっと前に今シーズンの初戦があったので、そこで本当に思うような演技ができなくて、その出来をちょこっと引きずっていたので、自分の中でそれで不安もあったんですけれど、でももう大丈夫だなって思えたので、明日のフリーでは今日以上にもっともっと良い演技ができるようにしたいと思います。思い切りやってください。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。